先ほどもちょっとグランドなんで監督室みたいなと部屋見せてもらって歴代の優勝の、はい、賞状とかメダルと同時に教え子に則本君、楽天に行った則本君がここの卒団生というのは本でも見たんですけど、ハレットが入ってきた時というのはどういうお子さんだったですか？のぶしチャンネル。小柄でですね、はい、決してそのスポーツが、いやスポーツっていうよりも何ですか、動きが速いとか、うん、そういう意味では普通の感じの子でしたね。ただプールを一生懸命やってるので、うん、体が強かった、あとなんか可動域がすごく広かったという、この腕のね、はい、それがすごく印象的なのと、彼は特にピッチャーを選んだっていうのに特化してる、なんていうんですかね、野球選手だと思うんですね、はい、ですから昔のプロ野球選手になるのはやっぱり少年野球の時はエースで4番って言って、はい、打撃もよくって足も速くってっていう、はい、なんですかね、中日行ったネオみたいな、走ってもよし、取ってもよし、ピッチャー行ってもよしみたいなのが、ピッチャー行くっていう雰囲気があったんですけど、彼がピッチャー選んでよかったなっていう、例えば彼が野手を選んで、ショートでプロ行けるかって言って、キャッチャーでプロ行けるかって言ったら、そこまでの俊敏な動きじゃないですから、ピッチャーの職人というか、本当に飛び抜けたピッチャーに対しての、その、能力が高かったように思いますね。ですから ほとんど、うん、まあ全部うちは練習ではポジションを守るんですけど、はい、やっぱり一番発揮したのがピッチャーじゃなかったかと思いますね。ですから、はい、適材適所っていう言い方で言うとピッチャー、いや本当そうですね、ピッチャーっていうことだ、はい、本当そうですね。僕も今お名前出したのは、さっきいい選手来るの待ってた前だから育成しなきゃってことに至ったって言いましたけど、その則本君なんかももう元が良くて、おこいつはプロ行くって感じじゃなくて、育成の末に上がってた感じですか？いやこれはですね、やっぱりその育成といっても我々よりも過ごしてる時間長いのは親御さんじゃないですか、はい、当時こんなスマホとかなかったので、うん、そんな時代でもね、お父さん野球経験ないんですけど、はい、ビデオカメラを持ってきて、全ての試合の動画を撮って、で子供と一緒に、子供と同じぐらいのレベルしか野球知らないので、はい、バレーの選手でしたので、一緒に見て、でプロ野球選手の動画とかを見ながら、これと同じようにこう動いていこうみたいな感じで研究熱心ですから、家族が育てた育成の方の比重がものすごく高いと思いますね。ナブシ、ちょうどね、今親御さんの話に出たんだけど、タカさんも最初父母会の規約がすごい分厚くて、今はペラペラでっていうのを前のズームでもお聞きして本でも見たんですけど、年齢がね、やっぱ親御さんと同じぐらいになるときに、やっぱり我々もその経験で分かるんですけど、20代の頃の父母会の方と自分の関係と同じぐらいになって、まあ、やがては多分親御さんの方が年下になってくる世代の監督さんもいて、そこでやっぱりいろんなことが変わってくるっていうのは身をもって経験したり見たり聞いたりしてるんですけど、そういう点で言うと、もう少年野球のお父さんお母さんということで言えば、もう辻さんよりも下の方ばかり、全員下です、ね、もう今そうですよね、はい、っていうことになった時に、結構年いかれた監督さんから私がよく聞いた言葉なんだけど、親の教育ってちょっと強そうに聞こえる言葉なんですけど、親をやっぱり教育していくことで、今言ったように子供が話さから、そういう点はものすごく意識して、最後監督業をやったよっていう晩年はっておっしゃる方が高校野球の監督さんにも多くって、その点辻さんが、まあ、どう考えられてるかなとちょっとお聞きしたいんですけど、まあでも親の教育ってこちら側から教育するもんじゃなくって、はい、やっぱり、で2人の息子をもう成人させてるんで、はい、親御さんは自然とそういう話も聞きたい、見たくって、こっちがあえて協力するっていうのも、まあところどころ伝えたりとか、まあ、年2、3回ぐらいは監督からの話って言って、うん、
みんなの前で話したりするんですけど、まあ、そんなにこちら側から親の教育っていうようなそんな感じでは雰囲気ではないですけど、ただ、どういうふうに育てられたのかっていう質問はあのグランドでもよく、どうすればそういうふうに、どうすればどうなるっていうのあの聞いてこられる親御さんがおるんで、自分から学びに来る親御さんの方が多いですよね。あとは本当に僕の、やってる姿見て、あの、まあ、自分も自分の子育ての時にはイライラしてたと思うんですけど、まあ、一つ、まあ、一回り経験して、それからまた人の子供を自分の息子や娘のようにこうどんどん成人させていく中で、あの作ったこの何ですかね、テクニックっていうのを、うん、野球の練習の中で、うまくその気にさせたりとか、はい、あ、うん、大人を大好きにさせたりとか、うん、そういうのもあるので、うん、なんかその野球の中で指導の中でグラウンドに一緒に入ってますんで、お子さんも、はい、その中で学んでおられるんじゃないですかね。でも形作ってその余裕しくやるっていうよりかは日常の会話そのものがもうそういう形になっている感じですね、うん、その行動も見ていただいてるっていう感じですね、はい、子供の声かけ、なるほど、はい、って今言いながら自分もイラッとしてた時も多分あったと思うんですよね、自分の子育ての時も、ね、はいはい、若い時ってなかなかやっぱりあの親御さんの方が上の時ってなかなかそういう経験がないから、逆ですよ、どうですか、学びですよ、あ、うん、あのこうなりたいなと思う親御さんからも学べるし、はいはい、そうはなりたくないなっていう親御さんからも学びですよね、それまで全て。いや、それが楽しかったです。自分が学んでる時の方がものすごく楽しかったです。なるほど。ですから20歳からやってるじゃないですか、はい、もう10歳以上違うお父さんが子育てしてるんですね、はい、少年野球ものすごい話しましたね。あ、うん、だから自分のまだ子供は私結婚して6年7年目ぐらいに生まれたので、はい、結婚したと同時に少年野球の監督になっておるので、自分が子供を授かった時にどれだけ親に近づけるかなっていう、あのそんなことを思いながら少年野球来るの、親御さんと喋るの楽しくしてましたね。じゃあその年代年代に楽しいこう教育論っていうか、こう親御さんたちと交わしてきてるってこと。いや、やっぱ学びからですよ。ずっと学びからあって、はい、今度、それを実行があって、次の伝えがあって、はい、まあ、それ流れでしょうね、時代の。まあ楽しかったですね。